ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がミニジョン・クーパーワークス GP2020 年式13,500キロ、こちらの車両になります。はい、もう今日は僕が勝手に喋る感じですかね。そうですね、今日はもう私はまあいつも以上におまけで行かせていただければと思います。いつも一緒に喋っていただいてるんですけど、はい、どうしても僕が元ミニ専門店のメカニックなんで、はい、もう非常に興味のあるところですし、はい、すごく慣れ親しんだ車。そうですね、ただ GP が出た時はもう僕動画専属になっちゃってたんで、うんうん、リアルタイムでこれ見てないんですよ。うん、でも以前でも裏当てで紹介してましたよね。はい、裏当てに入庫した時に詳しく見させていただいてっていう感じなんで、そんなにめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、うん、まあ、結構このモデルも息が長いじゃないですか。はい、共通のところもありちょっとご紹介できるんじゃないかなと。はい、で小島さんも現行ミニたくさん販売させていただいてるじゃないですか。はい、なんでその辺を話を織り交ぜながらご紹介させていただきたいと思います。はい、で車がとにかくめちゃくちゃ珍しいですよね。そうですね、はい、これやっと仕入れることができたと。なかなか中古車市場でも流通は少ないですよね。少なかったですね。でこれも今のその希少車あるあるで、新車の時もちょっとちらっと話あったんですよ。枠がありますよ、あ、買いませんかってことですか。はい、買っとけばよかったシリーズの1台ですね。間違いないですね、それ。はい、でそれもそのはずで、なんと全世界3000台限定、はいはい、日本280台限定なんですよ。はいはい、なんで、まあ、非常に珍しいお車だなと。うん、で価格も、うん、めちゃくちゃ高いんですよね。通常のジョン・クーパーより110万円ぐらい高いらしいです。高いです。はい、でその分めちゃくちゃお金がかかってる。はい、でもう今後多分こういう車って出てこないか、まあ、相当来にくいじゃないですか。うん、そうですね。でこれって多分残っていく車じゃないかなと。はい、でこれで3代目になるんですよね、 GP。 GP3 代目ですね。はい、で通称 GP3 なんて言われてますけど、はい、1,2 の価格の維持率もすごくないですか。維持率すごい上がりましたよね、ちょっとね。ちょっと上がりましたね。上がりましたね。はいはい、でもワンで言ったらもう十何年前の車じゃないですか。GP1 が、うん、にもかかわらずあの価格の残り方っていうのはちょっと驚異的だなと。でやっぱりそのもう車自体も特別だし、うん、もうそのマーケットとしてもちょっと特殊な車だっていうのが、うん、もうみんな認知されてるっていう。そうですね。はい、ただこの GP3 に関してはそんな特殊なすごくスパルタンな車の中でもかなり乗りやすいんですよね。オートマですからね。はい、で歴代ずっとマニュアルだったりだとか、はいはい、マニュアルエアコンだったりとか、はいはい、まあ、いろんなものが省かれて、はい、ちょっとポルシェで言ったら GT3RS みたいな、はいはい、ちょっとなかなか普通の人が乗るにはっていう感じだったじゃない。お金かけて装備がなくなっていく車ですからね。はい、でこれに関しては、まあ、オートマだし結構乗りやすいんですよ。うん、なので結構ちょっと保存しておくっていう方にも、はいはい、デイリーユースで使っていただく方にも非常にお勧めできるんじゃないかなと。うん、でまずその特別なところから見ていくと、はい、ほぼ全部特別なんですよね。全部特別、そうですね。はい、まずバンパーの、はい、形状もこれ専用になると、はい、で他の JCW と比べてもこの辺がだいぶ大型になってたりとか、はい、あとこのサイドのこれともう全部つながってるんですよね。つながってます、このダクトは。パッと 見たら感じは分かんないですけどね。はい、で割とこれコンセプトに近いっていう、はい、発売が2019年の11月ですかね。はい、でその1年ぐらい前に確かコンセプトが出てるんですけど、はい、そのシルエットほぼまんまで出てくると。でこれ形状も特殊なんですけど、クーリングも相当向上してるらしいですよ。はい、この辺のダクトが全部抜いてあったりとか、はい、あとこの辺も当然大型化されてるんで、まあ、ブレーキの冷却だったりだとか、あとは油温水温なんかもより冷やせるような設計になってるってこと。はい、あとはこの辺のグリルも当然専用、これ専用パーツ多すぎじゃないですか。もう専用、そうですね。結構前に一緒にご紹介させていただいた、はい、クラブマンの GP インスパイア、はい、これがこれをモチーフにしたクラブマンじゃないですか。はいはい、でこれを見てあれを見ちゃうと、まあ、ツッチーがあの時に物申したのがよくわかります。本当にね、はい、そのぐらいちょっとこれ特殊な車だと。でボディカラーもこれ専用なんですよね。はい、GP 専用色ということで、はい、レーシンググレーメタリック、はい、ちょっとどっからどう見てもグレーじゃないと思うんですけど、うん、濃いブルーというか紺色というか、そうですね、はい、でこれも歴代ずっとこういう特殊なグレー系の色っていうのが、うん、伝統なんですよね。 GP はね、1がサンダーブルー、はい、2がサンダーグレー、はい、3がこのレーシンググレーメタリックっていうことで、はい、ちょっと微妙に色合い違うんですけど、うん、ずっとこれ系統の色でやってきてると、はい、あとはヘッドライトなんかもインナーまでしっかり黒くなってて、はい、あとこのトリムも黒くなってるとなってますね。はい、あと今回の車はさらにこちらも、はい、
これイギリスでしたっけ。イギリスです。イギリスのエアインテークメーカー、はい、イベンチュリーのカーボンエアインテークが、これちょっとびっくり価格なんですよね。そうですね、はい、こちらも装着されていると。でこれ結構パワーアップもするし、はい、見た目もかっこいいんで、ちょっとこの後エンジンルームでご紹介させていただきたいと思います、はい、であとは、こちらフェンダーも専用のものが、はい、なんとシリアル入り、はい、全部カーボン製ということで、はい、こちらも、GP の専用パーツになる、はい、でこれによって結構あれですよね、幅も広がってるんですよね。4センチぐらい、そう35ミリ、はいはいですね、ワイドになってるということ で、 です。ただもともとミニってそんなにめちゃくちゃ幅があるわけじゃないです か、はい、じゃないですか。標準のが1725、そこが1760になってるということで、まあワイドにはなってるんですけど、はい、まあ、日常使いそんなに、はい、損なうサイズにはなってないから、はい、で小島さんこれ素材がちょっと特殊なんですけど、はい、何の素材か知ってますか。何がカーボンじゃないですか。カーボンなんですけど、それのカーボンってどっから来てるカーボンか知ってますか。よくわかんないです。 i3 とか、はい、i8 の、はい、製造過程で出た端材をリサイクルしてるらしいですよ、うん、リサイクル、余ったやつ。そうです。へー。 i3 とか i8 って、うんうんうん、結構そのカーボンのお化けみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、でやっぱり端材がたくさん出るらしいんですよ、うんうん、その端材をリサイクルしてこのフェンダーを作ってるらしいです。あ、そうなんだ。らしいです、はい、じゃあこれもしかしたら本当にいらなかったのかな。いらなかったのかちょっと分かんないですけど。そうないね、はい、で、まあ、空力もすごく考えられて、はいはい、まあ、当然これだけワイドになってるんで、うん、まあ、太いタイヤが履けるという、はい、まあ、その辺のメリット、はい、でしっかりシリアルも入ってるんで、はい、これが3000まで、はい、で今回の車は1997ということで、はい、番号良くないですか。なんか、うん、え、並びが並びがね、あ、並びがいいですね、はい、1997は悪くないだろうって、はいはい、こちらなんで、でこれ入ってるんで、はい、パーツ供給なんかがかなりちょっと多分車検証がなかったりすると、そうですね、買えなかったり、これ納期もかなりかかるんじゃないかな。多分そうだと思います、はい、1台ずつ在庫してるわけじゃないんで、うんうん、おそらく本国にオーダー入れてから製造ってことになるんで、うんうん、まあ、ちょっとこの辺もし交換が今後必要になるんであれば、ここじゃああれかな、フィルムとか貼っちゃった方がいいよね。そうですね、プロテクションとか貼っといてもらった方がいいですね。いいよね。そうすればちょっとコスタぐらいでは大丈夫なんで、うん、でこのマットの質感のまんま貼れるフィルムもあるんで、うん、まあ、そういったものを利用していただくといいのかなと、はい、あとはそのフェンダーに収まるタイヤが、うん、こちら標準だと 7J のところ、はい、GP 専用のホイール 8J、はいはい、18インチのこちらのホイール、これなんか単造なんですよね。 GP だけですよね、単造は。 GP だけ、はいはい、専用のホイール、そして歴代ずっとこの4本スポークメインの、はい、であとタイヤの方がこれ新車装着のものから変更されてるんですよね。知ってますね、はい、で新車装着が、クムホのタイヤのところを今回このミシュランのパイロットスポーツカップ2、はい、カップ2っすよ。ね、ちょっとね、本気のタイヤ、本気ですね、本気のタイヤ、はい、装着されてる。だから車の性能的には結構見合ってるなって、見合ってそうですね、ちょっと思いました。ただサイズが標準だと225-4518なんですけど、うん、あ、違った、225-3518なんですけど、おそらくカップ2サイズがないからでしょうか。そうですね、40に変更されているということで、はい、ちょっと若干外径が大きくなってる、はい、ただミニって歴代ずっとタイヤのサイズ変わらないんですよね、うん、1,2,3、はいはい、でボディはどんどん大きくなっていってるんですよ、うん、現行のこの F 型のミニってなんか足元ちっちゃくないですか。そうですね、小さいですね、はい、それがまあ多少大きくしてあげると、はい、まあ、バランスも良くなると、うん、はい、こんな感じ、はい、そしてあと足元の方が、ジョン・クーパーワークスがもともと通常のラインナップより1センチダウンのところさらに GP で1センチダウンになっているということで、はい、これでノーマルですからね、結構低いですよ、はい、で小島さん GP 乗ったことあります。 GP? それないですか。これはまだ乗ってないですか。そうですね、一回りしたぐらいですね。あ、本当ですか、はい、めっちゃ硬くないですか足。いや、だからそれすごい言われたんですよ、はい、僕そんな硬く感じなかったんですよ。本当っすか、はい、いやだから GP と思って乗ってて、あとはその、まあ、買い取りさせていただいたお客さんに話して、はい、本当硬いからねって言われてて、はい、本当に硬いんだと思って乗ってたから多分、あ、もう構えて乗ったから、構えて乗ったからかもしれないですね。僕はあのミニの専門店でメカニックずっとやってたんで、うんうん、はい、いろんな車の足乗ったんですよ、うん、もう純正も多分全部乗ったし、はいはい、車外の足回りも多分全部乗ってしまったんですけど、はいはい、それだけ乗ってもめちゃくちゃ硬いなと思いました、はいはい、でちょっと今回もう一回ちょっともう一回フラットで今日乗ってみたいですね、乗ってみたいと思います。であとは他にもいろんな専用パーツがついて、ミラーなんかも、うん、あの専用のメルティングシルバーですね、はい、こちらのこれあのボディカラーの車あるんですよね。はい、あります。このミラーキャップになっててルーフも同色で、はい、あとはこのサイドスカットルなんかは一番シンプルなワンクーパーのやつですよね、はい、そうですね。
だからもう本当にレーシングのスパルタンなモデルなんで、うん、まあ、そういう余計なところは削ぎ落としてというか、はい、こんな仕様になってた。あと専用のデカールも入って、サイドスカートはこれジョン・クーパーワークスと変わらずですよね、はい、変わらずですね、はい、こちらはこの、ただジョン・クーパーワークスここまでボディ色が入るんで結構低くも見えますね、はい、通常だとここ全部樹脂なんで、うん、まあ、こんな感じのサイドスカート。そしてリアのフェンダーも同じく大型のもの。でも一歩引いてみるとそれがあるだけで車が全然大きく見えますね。そうですね、はい、これすごくビジュアルにも貢献しますよね、はい、ただこれめっちゃ石たまるの知ってます、小泉さん。え、ここに石がめちゃくちゃたまるんですよ。あ、たまるね。そうそう、ってことは石跳ねするってことですよね。します。これちょっとしてんのかな。ちょっとしちゃってますね、はい、どうしてもこれだけ出てて、うん、前からの石がここに当たるんで、うん、ここはやっぱり少しじゃあ前後プロテクションフィルムですね。早めに、まだコンディションは悪くないんで、はい、早めに貼っといていただいた方がいいんじゃないかと。だと洗車がちょっと大変と。まあまあね、はいはい、だと後ろも同様に、8J18 インチの225-4018カップ2が装着されています。で、あ、すいません、抜かしちゃいました、はい、キャリパーもでっかいのがついております、はいはい、そして後ろに回っていくと後ろも専用品のオンパレードということで、はい、まず専用のウィング、はい、これこのチョビもついてるんですよね。チョビというとこれ、あ、これね、はいはい、結構本気の車って大型のウィングとプラスアルファついてるじゃないですか、はいはいはい、これも漏れなくついてくると。これ純正パーツで、でこの外側の赤と内側の赤がこれ色が違うんですよね。この内側の赤はこの伝統のチリレッドなんですよ、はい、で外側の GP のこのデカールの赤ってロッソレッドメタリックっていうちょっとまた違う色が薄い赤らしいですよ。これはステッカーなんで、うん、はい、お椀みたいだねそしてこの伝統の大型のウィンカー歴代1、2、3ってでっかいのついてきてるじゃないですか、はい、でこれがついてるとちょっとゲートが少し重くないですか、うん、重たいね、はいはい、なんでちょっとそこだけ注意が必要かなと、はい、これってちょうどなんでしょ、多分じゃないですか。撮影中に確認しちゃいますよね。いやいやいや、そういうことですね。ですよね、はい、まあ、デザインにも貢献してると、はい、そしてあとはガラスも専用になるんですよね、これ。ガラスも専用です、はいはい、リアのワイパーホールがない専用のガラスになってくると、はい、あとは、まあ、しっかり全部ドア、ウィンドウボードもこの鳥も全部黒くなってて、うん、はい、テールランプもこのユニオンジャックですけどスモークバージョンなんですよね、はい、ワントーン落としたもの、はい、そしてリアバンパーも当然専用のものになってる。結構リアバンパー形いいですよね、これ。形いいですよね、うん、僕好きですこれ、はい、だと当然マフラーの方も、はい、マフラーは GP 専用、専用です、はいはい、これも品番調べたけど専用だった、はい、ただ、下回り補強がすごい入ってるじゃないですか、はいはい、これすごいんですよね、下回りのシルバーのパーツ全部GP 専用の補強パーツですよ、はいはい、でこれがついてるから関係か、うん、ちょっと取り回しに無理があるなってちょっと思っちゃう。取り回しというと、なんかこの補強を避けるようにこうマフラーがいってるんですよ。なんでもしかしたらこれちょっと排気変えたらもっとパワー出るんじゃないかなって勝手に思っちゃったんですよ、はい、ただまあメーカーチューンの300馬力オーバーですから、はい、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装もこれ専用パーツのオンパレードなんですよね。一応コンフォートアクセスついてないのだけちょっと触れておいてもらって。そうですね、はい、ちょっと僕結構当たり前になっちゃって、ねはい、コンフォートアクセスはついてないんで、まあ、基本的にキーレスで開け閉めしていただく感じ、はい、そして内装、まず専用のメーター、はい、一応この GP からですよね、このデジタルメーターが、はい、でその後だんだんこういろんな車種に、はい、採用されてて、ただこれ GP のロゴが出てくる専用のメーターがこれが一番最初に採用されていると。そしてあとはシート、はい、こちらもレザーダイナミカの専用シート、はい、ただこれジョン・クーパーとほぼ一緒なんですよね。どこが違うんですか、GP の マークだけですか。そうです、マークだけです、マークだけですね。ここはちょっと物申していいですか。あ、ここを物申したかった。物申したいです。ここですね、はい、110万円アップしてるんだったらここもちょっと、うん、もうちょっと専用にしてほしかったです、はい、で歴代1、2ってレカロシートじゃないですか、はい、はいはい、でちょっとだんだんこのシートにかける、はい、わかんないですよ、この完成度が高いのかもしれないですけど。いやいや、完成度が高いんですよ。でせめてなんか色をちょっと違くするとか、はい、もうちょっと特別感欲しかったなって思っちゃいました。ただこのレザーダイナミカすごく評判いいんですよね、うん、いいですね、はい、なんでまあ座り心地もそうだし質感もそうだし、はい、滑らないし、うん、まあ、このシートの評価これ以上のものは作れなかったんじゃないですか。そうなんですかね、
もうちょっと仕様を変えてほしかったですね、はい、苦肉の策で GP つけましたって感じでした。まあ、僕の独り言なんで。いやいや全然全然で、あとはマットだったりだとか、はい、ドアシルその辺なんかも全部専用のものがついてくるんです、はい、で細かいところを言うと、ダッシュボードのトリムとか、はい、あとステアリングなんかも実は専用のものになってて、はい、センターマーキングが入って、パドルがアルミ製のものになっていると。なのでかなりもうお金のかかったインテリアとエクステリアと、うん、もう特殊な車っていうのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。もう乗った感じはもう、うん、これこれって感じです。変わらないですよね。変わらないですね、はい、ただやっぱりメーターが専用 の、 この GP ロゴが出てくるメーターになってたりだとか、うん、はい、今これいきなりスリープからじゃなくていきなり立ち上げちゃったんじゃないですけど、はい、GP ロゴが出てくるメーター、はい、あとは、ジョン・クーパーだけどヘッドアップディスプレイがないんですよね、はいはいはい、なのでその辺が簡略化されているというか、うん、もういらないものは削ぎ落としてる感じ、はい、でそれを、言うとなんとモード切り替えのスイッチもないというか、はいはい、ただエアコンはちゃんとオートエアコンなんですよ。そこはねあれじゃないの、ワンマニュアルだったじゃないですか、はいはいはい、なんでそこから考えるとだいぶ乗りやすくはなってる、はい、でモードはもう、なくていいってことですね、はい、常に全開ってことです。常に全開ですね、はいはい、あとこの辺のナビ周りなんかも他のモデルと共通で全部ついてきてくれて、まあ、遜色ないかなと。オーディオが省かれちゃってるとかっていうのもないですし、うん、はい、そしてバックカメラも後付けでついてますんで、まあ、使い勝手も悪くないと。あとはちょっとこっち行っちゃいますけど、ドアもだいぶ簡略化されてますね。これトリムがまずない。あ、トリムがね、はい、これ1 の、 トリあのドアですよね多分。そうですね、はい、そして格納ボタンもついてないということで、はい、ミラー格納、手動で格納していただく感じですね、はい、でも本当にめちゃくちゃスパルタ、はいはい、そしてあとはこの辺シートだったりペダルだったりはもう全部一緒ですね。でまたミニ結構足元のこのスペースとレイアウト良くないですか、うん、なんか癖ないですよね、はい、多分国産車から乗り換えたりしても割とスッと入ってくる、うん、あとこのサイズにしてはかなり大きいフットレストもついてるんですごく使い勝手もいいと。そしてあとは上に行くと天井関係全部アンスラサイトで黒くなってると、はいはい、で今日ここ僕初めて知ったんですけど、うん、これバニティミラーランプないんですね。ああ、はい、そうと言われてみたらね。そうですよね、ここも省かれてるという、はい、でこれ助手席側も省かれてるんですよ、はい、それなんでだろう。いやだからそんなあの自分のそのあれを気にするいやそこってさ、そんな重さ関係ないでしょいや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 、車のキャラクター的にってことじゃないですか。あ、別にここに持ってく電気も必要ないし、はい、電球も必要ないし、うん、この車に乗っててなんか容姿気にしてる場合じゃないだろうってことじゃないですか。分かんないけど、はい、こんな感じ、まあ、配線とかはそうなのかね。まあまあまあ多分そんなところだと思います、うん、はい、そしてあと今回の車はドライブレコーダーとあとは、このミラー専用のワイドビュー、はいはい、これすごいですね、はい、後ろあの本当にブラインドのところまで結構ちょっとこう下だけ見える。あとレーダー探知機も後付けでついてます、はい、ちょっとドライブレコーダーフロントリアと両方ついてます。あ、なるほど、後ろにもドライブレコーダーがついてます、はい、あとはちょっと今回後ろの席がないんで、後ろの座席紹介がないですけど、はい、専用の補強付きの2人乗りになってます、はい、これ当然車検証も2名乗車になって、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が2リッター直四ターボ、これは他のと一緒なんですけど馬力がかなりアップしてて、なんと306馬力ということで、はい、ハッチバックで300馬力オーバーってあんまないですよね、うん、ないですよね、はい、ちょっとあの A45 とかっていうとんでもないのが出ちゃったんで、うんうん、少し霞んでる感は否めないですけど、うん、それでも歴代のミニから見てきた人とすると、はい、あの多分信じられないぐらいの馬力、そうですね、はい、そしてトルクの方が450ニュートンということで、はい、ただこれあの駆動方式の関係で、うん、クラブマンとか、うん、クロスオーバーの方が速いんですよね、うん、ジョン・クーパーの方が速い、速いです。パワーがある。0-100 のタイムが、うん、あのかなり速いです、そっちの方が。どうしても FF の多分限界なんでしょうね、はいはいはい、であのクラブマンとクロスオーバーって四駆なんで、うん、あの0-100の加速に関してはそっちの方が速いと、うんうん、そしてあとはこのエンジン、BMW の135、はい、M135 とほぼ共通のエンジンみたいです、はいはい、ただまあ専用のカバーが付いてたりとか、はい、まあ、当然レイアウトも、FF の特殊なレイアウトになってるんで、はい、この仕様になってると。あとミッションの方が、ジョン・クーパーから引き継いだそのまま8速のオートマ、はい、これはあれなんですよね、なんかその
パワーの関係で、はい、DCT とか、はい、あとはマニュアルがないのは、はい、それが受け止められるミッションがないからっていう説もあります、はい、あこのパワーをね。ほうほうほう。で歴代1、2ってずっとマニュアルだけの設定だったじゃないですか、はい、GT って、うん、それがこれが今回オートマだけの設定なんですよ、はい、なんでちょっとその辺のミッションが用意できない中、はい、まあ、作れないことは多分ないと思うんですけど、うんまあ、その辺の関係でオートマだけだった。そこは公式では発表できないでしょうね。まあまあそうですね、はい、なってみたいです。でもうちょっとエンジンの方を掘り下げると、はい、一応専用のクランク、あとはクランクベアリング、ピストン、ゴンロット、バイブレーションダンパーっていってクランクプーリーなんかも全部最適化されて、はい、一応パワーが出るようになっているそうです。で具体的には圧縮比が 10.2 から 9.5 に落とされて、うん、よりハイブーストになってパワーが出してあるみたいです。でなんとマックス265キロということで、はい、このハッチバックで265キロって結構怖くないですか？そうね、はい、こんな感じの仕様になってます。あとは専用のトルセンデフがついてるんで、まあ、基本的にはメンテナンスフリーで、うん、まあ、コーナーなんかもアクセル本でグイグイ曲がってくれるようなエンジンになってるそうです、はい、あと車外パーツで今回このイベンチュリー、先ほど外観でもちょっと触れましたけどこちらがついてる。小島さんこれ航空機にちょっと携わってた方が作ってるって知ってます？はいはい、あなんかそれ聞いたことありますね、はいはい、なんでなんちゃって その見た目のカーボンインテークじゃなくて、はい、本当に空気の流れを計算されて作られてる、はい、インテークらしいです、はい、でコーンがこれ逆向きに入ってるんですよね、この向きで、はい、それがなんか特許らしいですよ、はい、で一切ロスなくここからだと本来ダミーだった、はい、ここのダクトがなんと使えるようになってると思います。はい、ここですね。1は全部開いてて、はい、2で半分閉まって、はい、3でついに蓋がされちゃいましたから、ね、そうですね、はい、それが生かされてる、はいはい、ここになってると。でもっと言うとこのボンネットの形も違うんですよね、はい、ここが全部作り直されてて、はい、まあ、この辺も全部作り変えられてる、はい、そんな車となっております。ちなみにこれはボンドミニさんで付けて、あこれボンドミニで付けてます、はい、付けてます。じゃ取り付けも間違いないと思います、はい、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はい、はい、大丈夫ですか？今日小島さんと僕の温度差をすごく感じるんですけど。そういやちょっとこの車の良さというか、いや温度差は僕は普通ですけど、あ本当今日はただツッチーがテンション上がってます。テンションが上がり高い感じで、いやこの特別感が全然世に伝わってないなと思うんですよ、はいはい、ポルシェで言ったら GT3RS じゃないですか、はいはいはい、ベンツで言ったらブラックシリーズじゃないですか、はい、ブラックシリーズちょっと言い過ぎですか、でもそのぐらいなんかちょっと特殊だと思うんですよ、通常ラインナップからしたら、うんうんうん、でこれってもう、まあ、本気の走りの車なんですけど、うん、ちょっと保存に向かっていってもいいかなと思ってです、うん、はん保存にね、はん、うん、もうコレクションとして、うんうん、これをなんか、まあ、もちろんその車なんで使い倒すっていうのもありだと思うんですけど、うんうん、これサーキットを持ってってガンガン走らせるよりかは、うん、まあ、たまに、うん、まあ、ちょっとそういうハードな走りをして、うんうん、もう本当にそのコレクションとして取っといていただきたいような車だと思うんですよね、うんうん、だ中には結構10万キロとか走っちゃってる GP、うん、ワンツーもあったりしますけど、はいはい、いやこれも絶対今乗っとくべきだ車だと思うんですよね。買っちゃう？いや買いたいっすよ。売りません買いませんじゃん、はいはい、でもこれ2人乗りの車を買って帰ったらぶっ飛ばされます多分。いやでも保存だからいいんじゃないの？いやでも駐車環境あればいいじゃないですか。土屋ガレージに、いや土屋ガレージそんないっぱい止められないんですよ。あそう、はい、そうだ、駐車環境ある方で、うん、まあ、ちょっとゆとりがある方であれば、うん、ぜひこれは取っといていただいて、はい、そんな損はないかなと。でちょっと振り返ると専用パーツも
盛りだくさんです、はい、ボディカラー、グリルバンパー、フェンダー、スポイラー、サスペンション、ブレーキ、ホイール、エキゾースト、はい、そして内装はメーターシート、ステーリングマット、ドアシールトリム、全部あの特別仕様でございます、はいはい、そしてさっきちょっと外装で、紹介で抜けちゃったのは、はい、内装だ、内装の紹介で抜けちゃったのは、この消音材もかなり削減されてるそうです、はい、だから音の響きが違うんですよね、走った時の。おう、じゃあそれはちょっと走ってみてね。ロードノイズうるさーって感じなんですよ。あ、はい、なんでちょっとその辺を行きましょう。はい、乗ったことあるの？あります。あ、そう。ただ残念ながらあの本当にプーってだけなんですよ。あ、じゃあ混んでて、じゃあ私とレベル的には同じぐらいな。そうですね、経験値は。そうですね、はい、一応道路に出たっていう、そういうレベルです。一回裏当てに取らせてもらったんですけど、道が混んでて、うん、ちょっと高速走るべきだったなと思って、うん、裏当てになって何キロとかだったでしょ。でもそれ、そうですね、極上車だったんです、はい、だってまだあの新車のシートのカバーついてます、うん、でも新車を買ってうちで下ろした感じだね。硬っ。何が？足今ので硬いの分かります、ね、だってそこの段差越えた時もこうでしたよ。もうこれ本国セッティングのビルセン硬いんじゃないですか。だってトランクこう揺すってもだって上下しないですもん。しないしないし、うん、普通のワンクーパーだったらもうボヨンボヨンするじゃないですか、うん、これはちょっとあのどうかしてません、ね、どうかしてるけど、うん、あの限定車とか特別使用車ってこうじゃなきゃダメじゃないですか、うん、お金かけても、うん、お前らの好きに作るんじゃねえぞといやいやそういうことですか。いやいや、好きに作ってもらっていいんですよけどなんかこう、うわ買った、好きに作ってもらってもいいんですけど、うん、なんかあなたたちこういうの好きだよねみたいな感じで作んないでほしいんですよ、うん、はい、こっとで、あとブレーキが大型化されてるんで、うん、まあ、効くのも効くんですけど、うん、足硬いから車こうならないじゃないです か、うん、だからすげえ効くように感じます。ほら、うん、わ、うんうん、かります。こうこう普通こうノーズダイブするじゃないですか、うん、ブレーキもと、うん、それほぼないですもんね、カチッってね、はい、だからギュッて止まってます車は、うん。やっぱそう考えるとシートこれでちょうどいいんじゃないの、ダイナミカで。これをガチガチにしちゃうと、いや、まあ、ガチガチじゃなくてもいいんですけど、あの GP1 みたいなちょっと特別感のあるシートが欲しかったんですよ、うん、そうなんだ。まあでも他の GP1 時代のあの R50 系のシートがぶっ壊れまくりましたからね、うん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 、リクライニングとかみんな壊れちゃうじゃないですか、うんうん、その辺もちょっとあるのかなと思ったんですけど、うんうん、まあこの純正シートがすごく優れてるっていうのはそれ間違いないと思います。すげえパワーあるんですけど、トルクある、トルクある、すっげえある。そしてあのデフ入ってるからですかね、うん、直進でもなんかグッて前に出る感じが、うん、アクセルオンで、うん、まあ多分真骨頂はそのコーナーでアクセルオンだと思うんですよ、トルク線のデフなんで、うんうんうん、え、買ったし、これもだから、まあ、これはここで使えるかどうかわかんないですけど、その前のオーナーさんがやっぱりその直進安定性でパワー出した時の安定性を結構重視してアライメントを何回も取り直したって言ってましたね、はい、でも見に行ってもあれなんですよね、アライメント調整ほとんどできないんですよね、うん、フロントの投影とリアの投影キャンバーグしかできないんですよ、うんうん、じゃあなんで何回もしたんだろうな。多分リアとかじゃないですか、あ、まあ、あとフロントの投影なんかは結構セッティングがアウトになってるんだっけな、純正で、うん、すごいその一回なんか高速の合流とかなんかは本当スムーズにいく設定になってますって言ってましたね、あと結構その LSD 入れるとそのコーナーの時だけ、うんうん、要はそのタイヤのその、回転差が出ないんで、うんうん、コーナーでちゃんとグッてこう前に出ることばっかり割と注目されるんですけど、うんうん、その左右差なくす部品なんで、うん、本当はその直進でも、うん、結構効果感じられるんですよ、うんうん、要は一切こう何ていうんですか、滑らない、左右差がなくな、うん、なくなってこう車前にグッて出るって、うん、まあ、ちょっと4駆に近い感じかな、4駆近いって言い方変なんだけど、まあ、もっと路面をこうグッて取られないと、うん、グッて感じるので、で僕もミネのその専門店メカニック時代はもう何台もあのデフ交換とかやらせてもらったんですけど、うんうん、試運転とかで乗ってももう全然違いますもんね、直線から、うん、それは何あえて変えたの、故障して変えたの、あ、違います、みんなその走りを強化し、うん、強化したくて変えて変えた、まあ、サーキット行くお客様もいらっしゃいましたし、うんうんうん、もう街乗りでも、うん、やっぱりその峠ワインディングでも全然走りが違うんで、うんうんうん、いや、いいな、でもこの
車はもうイオンとかなんかそういうの気にしちゃダメですよ。いやそうね、すげえ食いますよ。ちょっとね、早い、デフやばい、そして乗り心地もやばい。ちょっとシャキシャキ走っていいですか。どうぞ。じゃあ最初にそれ言って、さっき全然言わないでいきなりシャキシャキ走れるから。これちょっとデフ入ってるのやばいっすね。そしてこの乗り心地、うん、あのね、こう走、うんうん、こう走ったら硬いなって分かるね、はい、硬いっすよね、うん、硬い硬い。でもまあまあ その速度で多分ちょうどいいんだと思います、うん、すげえスパルタン。これ助手席のレビューとかいらないねこれね。青ですよ信号。すいません失礼しました。あのミニの可愛さどこ行ったのって感じですよね、うん、いやコーナーこのアクセルオンした時の前に出る感じやばいっすよ、うんうんうん、めちゃめちゃ車が前に出る。これあのあれだね、首都高走ったら楽しいタイプの車だね。そうですね、うん、だからちょっとこう曲がりくねってね、うんうん、ちょっと狭い道とかもう最高に楽しいと思います、うんうん、楽しいね、うん、峠とかね絶対楽しいですよ、うん、だってちゃんとコーナーでアクセルをオンにしてグラッて前に出るんですよ、うんうん、だって普通だったら抜けちゃうじゃん、アクセル全開ベタ踏みしても、うん、こうやって車が前に出ないじゃないですか、うんうんうん、いやめなんだろう、今までに乗ったことない感覚だな。ちょっとないっすよねこれ、ないっすよ、うん、でこういう車ないっすよね。ない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 、わかんないです。ゴルフとかでもしかしたらその、うん、なんかちょっとすごいホットモデルとかあるかもしれないですけど。いやいや違うな、ちょっと感覚違うな、うん、よくないですかこれ。やっぱりメーカーチューンってやばいんすよ、うん、そしてこの音、音ね、めっちゃロードノイズでかいじゃないですか、うん、排気音もめっちゃ聞こえるじゃないですか、うん、でもそんな嫌な感じしないよね。あ、そうですねそうですね、うん、わーって感じじゃないですね、うん、ちゃんと気持ちいいぐらいで止まってて、そう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 、なんかされてないと思いますけど、はい、演出になってる感じがしますね、あ、うん、すごい。それは全てがなんだっけ、マフラーの音シート下からサブウーファーが出るんだっけな、出ないんだっけな。BM 系結構作ってますよね、うん、作ってるけどね。 GP は確かなかった気がするんですよね、うん、いやでこれで作ってたらさ、まあ、ちょっと引いちゃいますよね。引いちゃうでしょ、だってこんだけ軽量化してさ、はい、スピーカー入れますかそっちにってさ。もうまあ重量は変わんないにしても、ちょっとそこの演出はまあいらないっすよ。演出いらないでしょ、カッター足え、そこまで硬くないでしょ。硬いっすよ。そう、いやまあ硬いけど、そう、早いけどこう跳ねる感じじゃないんで、うんうん、路面の状況がめっちゃ分かりやすいっす、うんうん、すっごいちっちゃい段差でも分かるっす。でもこのサイズだからさ、これもうちょっと大きかったりとか、例えばポルシェ、まあ、GT3 とかだとちょっと扱うのが怖いよね。あ、これのサイズ感だからやっぱりちょっとこう組み込めるっていうのも、おもちゃにできます、おもちゃにできる感じですよね。これですよ、だってだから、まあまあね。だでもやっぱり 言ってるほど硬くない気がするな。本当っすか、うん、あ、硬いですよ、まあ、もちろんその社外でもっと硬い足とかありますから、うんうんうん、メーカーが新車でこれ作ってくるのすごくないですか。まあ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 、そうね、うん、しかもミニのあんな可愛い車で、うんうん、言ってもジョン・クーパーだってそんなにめちゃくちゃ乗り心地悪いんじゃないの、うんうん、ステアリングフィールもいいな。でもステアリングちょっと重い気がします、うん、やっぱり前乗らした時、うんうん、いただいた時もちょっと重いなと思ったんですよ、うんうん、これじゃあ、はい、相手いじるならいじる、どっかいじる、足回りタイホイール変えます。嘘でしょ。本当っす。本当に、はい、だってもったいないじゃないですかホイール。あ、そういうこと、はい、傷ついたらもったいないじゃないですか。直せばいいじゃん。いや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 、貴重なこのタイホイールは取っときましょう。そう、はい、その他は、その他っすか、足回りを変えない、これでいく、いやこれでいきたいっすね、うん、分かんないです、もうちょっと乗って、うん、変えるかもしれないです。変えるかもしれない、はい、ただ柔らかくしたりとかはしたくないっすね、僕は。まあ好みあるんでしょうけど、うん、
もっとなんか街乗りにしたい人は、うん、まあ、もうちょっと柔らかいし入れてもいいと思うんですけど、うんうん、まあ、せっかく2人乗りでっていうんだったら、うん、まあ、そうですね。そうね、はい、だちょっとオープンに近い感じ、非現実をのドライブを楽しんでいただく車なのかもしれないですね。ってことはあれか、じゃあまずはあのサイドにプロテクションフィルム貼ってもらって。そうですね、フェンダーにはもう絶対貼った方がいいと思います、うん、マストです。そこマストですね、はい、この車が前に出る感覚すごいっすよ、うん、これすごい。シフトもダイレクト、全然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 、うん、ミニのこの方のやつってあんまり DCT と普通のトルコンで、うんうん、まあ、大差ないって言ったらあれですけど、うんうんうん、これ全然違うよねって感じじゃないですよね、うんうんうん、両方よくできてるんで、うん、別にトルコンでもあの滑る感じしないし、うん、ダイレクト感損なわれる感じもしないし、うんうんうん、今ナビないですからね、ミニ新車は。そうですね、そうですね、まあ、でもこれはついてますけど、ついてない車ってあのカープレイとか、あの赤プレイじゃない、赤プレイもつけられるし、ミラーリングできるようにすれば何にも困らないですよね。ルーズコントローラー一応ついてるんだね。ついてます、ただあのついていくタイプじゃないんで固定するだけなんですけど、でミラーリングとかあのカープレイっていいっすよね。僕ら今回あのドイツ行かせてもらって、レンタカーももちろんそのドイツ語だったら英語じゃないですか。でミラーリングさせればスマホに依存するんで、うん、全部その日本の仕様で、うん、iPhone の使ってるまんまでその Google マップとか全部使えるんで、まあ、その辺もし今ミニ乗っててナビなくて困ってる方なんかは、はい、やってもらえると、うん、まあ、もちろんバックカメラも足したりできますし、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あとちょっと宣伝ぶち込んでよければ、うん、うちでミニ買うっていうのは、うん、あの自分で言うのもなんですけど、うん、だいぶいいと思います。ミニ専門店ボンドミニがあるからです、はい、だから基本的に何にも困らないじゃないですか。それ大事じゃない、それ大事ですよ、はい、車検も困らないし基本整備も困らないし、うん、例えば何か不満なところがあってもミニって大体解決できるじゃないですか、うん、ダストが出る、じゃあ手ダスト入れましょう、乗り心地が悪い足回り交換しましょう、はいはい、もうちょっとグリップスが欲しいタイヤ交換しましょう、何でもできるじゃないですか、うん、そこをアフターも全部できるって強いと思うんですよ、うん、はい、なんでぜひご検討中の方、小島店長にご連絡くださいませ。はい、はい、お待ちしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、今回ちょっとミニご紹介させていただいたじゃないですか、他にも最近ミニの在庫、はい、だいぶ充実してますね。そうですか、そうですかね、そうですね、そうですって言ってください、ね、はい、そうですね、まあ、ミニの買い取りなんかも、はいはい、強化中ですもんね。いや、そうですね、本当にミニは、はい、まあ、ボンドミニさんでいじった車とか、まあ、ミニのお客様ともたくさんお問い合わせいただいてますので、ミニの買い取りはぜひもうぜひぜひ、はい、ご相談いただけると。でもちろん他の欧州車も、はい、実際買い取り強化中なので、はい、お気軽にご相談ください。というわけで今回はミニジョン・クーパーワークス GP をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。